牛若丸の焼肉、牛若丸の焼肉、ちょっと気軽に食べたいときは焼肉ドッグだよ。すいません、牛若丸と申します。近江牛を使わせてもらってお弁当の方を、作らさせてもらってます。ドッグの方と、炭の方で、炙ってるお肉なんでとても美味しいと思いますんで、ぜひよかったらよろしくお願いします。ちょっと気軽に食べたい時は焼肉ドッグだよ。はい、皆さんこんにちは、甲賀市議会議員の江留正樹でございます。今日はお昼ご飯にですね、まあ、人気の牛若丸の近江牛弁当を買ってきました。めちゃくちゃボリュームあるんで、小でまあ結構いけるかもです。これに汁物とかつけたらまあ結構これでもお腹いっぱいになります。で小で、850円、で買わして、で売ってます。これ結構お得です。これこんな感じです。見えますかね。この漬物も美味しいんですけど、これご飯の上に近江牛とキャベツがちょっと入ってます。こんな感じです。うん、やっぱりね、この炭の味がねドカーンとします。これものすごいね濃厚な炭の味がするんです。美味しい。やっぱりお米と美味しいですよね。お米美味しい。ぜひ皆さん一度お試しください。また次回お会いしましょう。あとチャンネル登録お願いします。今いろんな動画撮ってるんですけどね、ちょっとまだ編集に時間がかかってアップできてない状態です。また次の、ちゃんとした、動画も楽しみにしておいてください。さようなら。牛若丸の焼肉、牛若丸の焼肉。